駅県鹿沼市上野町にある東日本旅客鉄道日光線の駅である。なお、当駅から宇都宮市の大谷地区まで大谷石輸送用の軌道が伸びていた時期があった。二面二線で島式と短式の複合型ホームを持つ地上駅。2013年秋より駅舎のリニューアル工事が実施されている。宇都宮駅管理の業務委託駅。簡易水下改札機設置駅。 宇都宮駅東駅間の区間列車が4本設定されている。緑の窓口は2014年2月28日をもって営業を終了した。宇都宮駅東駅間の区間列車が設定されている。この区間列車は1.2番線で折り返す。なお、2番線に折り返し列車が停車中は、日光方面からの宇都宮方面行きも1番線に停車する。 JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は1591人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。国道293号沿い栃木県道4号沿い駐車区出店。ありがとうございます。